ベルロードはアリゾナ州フェニックスを中心としたフェニックス都市圏の北部を東西に貫通する主要な幹線道路。都市圏北東部でアグアフリア川を渡る数少ない道路の一つであり、フェニックスとその郊外都市として成長しているサプライズを結ぶ重要な連絡路となっている。このためベルロードの中でもサプライズやサンシティを通る区間はアリゾナ州内でも最も交通量の多い。 幹線道路となっている。この道路の名称は、ジェームズ・シアと共にパラダイス・ベルデ・カンガイ地区を1916年に開設した農場主、ハーベー・ベルにちなんだものである。この通りは、マリコ・パ郡のグリッドシステムにおける17000、ノースの線に沿って通っている。東端側では、ベルロードの中でも重要な部分であるおよそ31マイルほどの区間が、 フェニックスとスコッツデールの境界となっているスコッツデールロードとの交差点から始まる。そこから西へ向かうとフェニックス市内でアリゾナ州道51号線や週刊高速道路17号線と交差し、次いでピオリア市内で州道101号線、サプライズで国道60号線の一部であるグランドアベニューと州道303号線とそれぞれ交差する。 ビアーズリー運河の西側で、道はカーブして、ホワイトタンクマウンテン地方公園の周囲を回り込み、サンバレイパークウェイとなる。66丁目より東側では、ベルロードは南東方向に折れて伸びており、スコッツデールロードとの交差点からは建築家、デザイナーのフランクロイドライトにちなんだ、フランクロイドライトブールバードとなる。この区間の線形は、1970年代半ばに、 セントラルアリゾナプロジェクトの運河が建設された際に、これに並行して建設された。スコッツデール市内のこの辺りでは、連続していない形になっている、ベルロードの区間が、フランクロイドライト・ビールバードよりも北側に、およそ3.7マイルほど存在しており、その区間には、中道101号線との交差点もある。この地図の中央にあるゴルフ場、TPC スカッツイデール一帯の緑地によって、 ベルロードは中断された形となっている。緑地の南側で東南東イコール西北西に伸びているのがフランクロイドライトブールバードと CAP 運河である。マクダウェル山地の東側ではベルロードの延長線がファウンテンヒルズの北側の市境となっている。ベルロード沿い、ないし、近傍に位置する主な施設としてはスコッツデール市営空港ターフパラダイス競馬場。 アローヘッドタウンセンター、ピオリアスポーツコンプレックスなどがある。ベルロードはまた、かつてはサプライズが街として創設された当初の北の境界にもなっていた。ありがとうございます。